この動画はこれを見たら誰でも料理が作れちゃうをテーマにした料理動画です。今日は鶏肉のネギ塩レモンソースというやつを作るんですけど、はい、あれですよね、なんかあの時間がなくても作れる、さっと作れるみたいなメニューなんですよね。そう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 、20分で作れるんだよ。20分で作れるの？もういつも長いね。まあ大体一品1時間以上かかってるよな、何かを作るのに。うん、俺も作ってて疑問だったの。料理ってこんなに果たして時間のかかるものなのかってすごい疑問だったの。まあ、初めての時はそれはかかるで。でも1年半やぞ。もう2年経とうとしてんねん。毎週毎週教えて。いやだから、短くやれるやつを今日タイマーで測るから、急いでやれ。マジ？うん。ついに時間に追われるようになってしまったの。次のハードルが来たんだ、じゃあ。もう。で、20分超えたら、うん。捨てろ。飯抜き。もう焼いとる途中にピピピピってなったら、そのまま、ゴミ箱にジューって入れろ。え、そこで終わりってこと？ 20 分経ったら。いや、まあ、それぐらいの気持ちってことだ。でやれよって。でも大丈夫かな、俺罰がないと真剣にやらないと思うんだけど。わさびとからしを鼻の穴片方ずつに詰めて、パイルダーオンっつって、くしゃってやれ。こういう罰があればいい？いや、それはちょっとの罰として、罰が強すぎるよ、それは。罰の要素が強すぎるよ。で、それは次遅刻したときな。そう。急げってことや。じゃあやっていくぞ。わかった、わかった、わかった。材料確認。え、ちょっと待って、どっからタイム測り始めんの？材料確認終わってから。終わってから終わってから。焦るな。いや、勝手につけるわけないやろ、こっちでタイマー。よかった、材料確認の時からもう測ってて意地悪されるかと思ったら、普通に、はい、立ったよ、みたいな。よろしくね、よろしくね、はい。うん。鶏もも肉1枚。はい。タッパーは？怖いってお前。いや、時間を極めろって気持ち悪いな。なんやねんお前、そこで飯食うんやろお前。え、なんでそんなとこに置くん？いやいや、タッパーは？いや、タッパーはないよ、捨てたし。え、なんでそれ、じゃあどこから取ってきたお前それ。床？いやいやいや、そのなんかビニール袋の上に置いてたけど、今のまで、生で、このままの状態で。はい。え、なんでその上に置くん？いや、タッパがないから。タッパがないから。なんでタッパない？タッパ捨てたからに決まってるだろ。え、なんで捨てたん？タッパこの中に入ってるよ、だから。え、ちょ、わけわからんわ。もう怖い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 。いや、タッパを捨てちゃったから。笑いも増えるやん。どっちみちこの皿で食うし。え、名前、マジでお前。いや、洗うよ、洗うよ、もちろん。もちろん、洗うよ。じゃあ増えるやんけ。もう増えるな。何言ってるお前。今のマジわからん。そんな気にすること？違う。今の会話めっちゃ怖いんやけど。怖い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 。いつもお前の会話矛盾するよな。その場って適当な嘘つくから。なんでダメなの？これをこのままやったら。何かおかしいの？これをこのままやることって。そうやな。俺が食うんじゃないし、何も言わんとくわ、そういうの。そうでしょ？そう、サイバースとかもいちいち言ってたけど、ごめん。俺が食うんじゃないもんな。俺が悪かった。今のは俺が悪かったじゃん。なんで？いや、そいつさんは僕の体のことを気にしてくれて、良くないんじゃないかなって衛生面の心配をしてくれたのに、それをこう跳ね抜けたら俺が良くなかった。だってお前それ今そのまま食ったら、次の料理教室の時に、なんか腹痛を起こして、うん、すいません、寝込んでました。連絡取るの忘れてました。今度から絶対に連絡取るようにします。すいません、ちょっとお腹が痛くて、また別の日にしてもらっていいですか。すいません。っていうのを言うやん。お前よくそんなに体調が悪い人の真似をその悪意を持ってできるよね。お前のご両親とかがそんなやるんだった時そんな風に報告するの、会社にお前は休みますっていう方向の、ちょっと両親がなんかお腹が痛くてって言ってるのでって言うの。いや、両親はお腹痛くて休まんわ。あおちゃうかお前。ネギ2分の1本、調味料ごま油大さじ1、レモン汁小さじ2、塩コショウ、以上になります。まあ、こんだけなんか材料簡単だったら20分ぐらい余裕でできそうだね。じゃあやっていこうか。 OK、 ではよーいスタート。最初はい工程を言え。おい工程を言え。おい一回切れ、一回止めて一回切れ。何一回止めて一回切れ。今おかしかった、今おかしかったぞ。今無の時間あったぞ。おい
よーい、スタート。よし。ネギ塩だれ作るので、はネい。ギをまずみじん切りにしてください。はーい。みじん切りの仕方覚えてる？ネギの？どうするんやっけ？こうなんかいっぱい切れ目を入れて、ね、切れ目入れてって、こう切っていく。覚えてないし、なんで覚えてるって言ってから考えたら違うし、斜めに切れ目を入れていって、で、逆側からも入れて、で、切っていくんや。そう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 。裏返して、裏返こっしち？て、こっち？そう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 。で、さっきとは逆や。あれ、そっち合ってるか？さっきの方向どっちや？さっきと同じ方向すんなよ。さっきとさっき違そうやろ？だから違うやろ？そうそうそう。いやいや、そんな体傾けんでも。う。それ切れちゃったぞ。それ切れちゃったぞ。いやいや、それはお前が下手やから。この状態で切る、この状態で普通に切るそうの。そうそう、切っていく。おお、みじん切りになってるわ。よし、できた。よし、じゃあそれを適当な器に入れて。おお。何してんねんな、もったもった。どこで手こずっとんねん、お前。しかもお前、その方、まな板も曲がりやすいやつやろ？なあ、普通のまな板で元つくよりも簡単にやねんて、それ。何してんねんな、もうほんま。下手くそやわ。はよ。ちょっと待ってて。どこに時間たっ。せかすのやめろ。で、そこにごま油と塩コショウ入れてください。もう服もええから。いや、気になる。汚れたままだと気になるでしょ。いや、チビチビやってんと、はよ入れろや。よし。なんて？なんごて？ま油と塩コショウじゃ、ボケ。ごま油と塩コショウは適量で、適当だよな、適当。塩、コショウ。よし。じゃあもうちょい振っとけ。塩もっといるの？あれだ、野菜から水分を出すやつだ、塩使って。合ってる？いやいや、ちょ、味付け。味付けか。味付けか。中火。強火？今何分？今何分？5分半。おお、全然余裕じゃん。で、ちょっと油入れて。ごま油でいいか。普通の油ないんか。普通の切らしとく。普通の油あるけど、取ってくるのがちょっとあれだから。タイムロスだから取ってくるのが。いや、ええからもう取ってこいや。ごま油でええわ、でも今回。あ、ほんと。温まったぞ。温まった。はい、じゃあ、皮を下にして焼いてください。鶏肉鶏肉のね。皮を下にして、いい音。いいですね。分厚いよな。分厚いぞ。ここのがすごいぞ。え、めっちゃ分厚いやん、お前。言わな。言わな。分厚いよ。分厚いよ、そりゃ。こうだよ、だって。こうだもの。開くか。マジか。何してんねん。何してんねんな。で、横に何入れて、横に入れる？平行に、水平に包丁こう。入れて開く。その真ん中からな。あ、こうか。そう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 。ユニオンジャック、次からやめてな。わかった。ちゃんと買っとくわ。それかホワイトバランス固定しろや。色がいちいち変わって。すごい自動で変えてくるやん、いろんな色に。あ、そうそう、いいんじゃない？ほら。
あ、いいやん、いいやん。じゃあよそれでやこし。う。もう一回。慌てたわ。そう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 。いいね。よし。じゃあ、ちょっと時間短縮のために蓋するか。間に合うかな。え、嘘、そんなかかんの？こっから。もう工もう程のほ続ぼけする。べて終わったと思ってんだけど。言ったでしょ。仲間で。もう言ったっしょ。ちょっと一回裏返してみんじゃ。お前がそこまで言うなら。ほら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 。あー、撮ってる撮ってる撮ってるよ。じゃあ、それ蓋して、はい。一応念のためにもうちょい火通しておきたいから、余熱だけで、中まで。なるほど。火通そう。じゃあ上片付けて、机の上。あ、片付けんでいいや。ごめん、この後フライパン使うわ。もう一個あるからフライパンするぞ。あ、じゃあそれでやるか。そこに、ネギ塩だれの素。これな。そう、入れて。炒めてください。なんかこの菜箸緑じゃね？呪いやって、インゲン。インゲンの呪いか、食紅かやな。いくら洗っても落ちないんだけど。お、次はそいつを。あ、もうだいぶ煙出てんぞ。オッケー。うん。じゃあそこにレモン汁入れてください。はーい。で、よく混ぜて。はい、火止めて。あ、もう完成。はいはい、火止めたよ。はい、じゃあフライパンとあれ、どけて。コンロ、どけて。まな板、包ま丁。な板？何、まな板出す必要があるの？はい。いや、肉切るやろうがい。あ、その包丁。どうした？洗上がうやってつ。ないよな。あ、ちょ、一回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 。いまなやい板。やいやいや、時間ないし、いやいやいい。いや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 、怖い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 。怖い怖い怖い時間怖ないし。怖い。本当に食うやつだから怖い。本当に今食うやつだから怖い怖い怖い。ちょっと急いで今、洗うから。もうお前1分半やで。待って。ダッシュで洗うから。よし、よし、洗った、洗ったぞ。で、そんで。肉切るっつってるやろ。おい、あと30秒や。切れ、やばいや早ばく。い。え、金のな、金のな。切る、うん、熱い、縦に何熱番みたい。い。いや、もう抑えんでええから。フォークとかで抑えろや。あ、もう30秒やぞ、お前。あやばかい。んって、お前。早く。よし、早く。早く。早く。切った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 ぞ、切ったぞ、切ったぞ、それ洗った？洗った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 。10秒、10秒。はい、ソースかけて。5、4、3、2、1、できた終ー、でき了。たー。 完成です。やったー、終わった。さあ、食って。いただきまーす。でも正直これは本当に美味しそうだと思う、マジで。やっぱ肉汁たっぷりの鶏肉、ジューシーな鶏肉にこのさっぱりとしたネギ塩だれのこのソースがかかってて、あとレモンの酸味ね。レモンの酸味が全てを引き立ててるから、そいつを。よかったな。うーん、ただちょっとあれだな、若干レアいな。 若干中の方レアいな、怖いな。チンしろ、チン。チンすればいいのね。間に合わんかったなってことは。いや、でもできたから。お前火通ったって言って通ってへんかったやんってことは。大嘘こいたな。だってさ、中まで見れないじゃん、あれは。だってあれは中まで見れないじゃん。やのにできたって言ったやん、お前。お前の判断ミスやろ、つまり。まあ、言い方を変えればね。え、嘘？え、嘘？できないの？今の。嘘でしょ？ 捨てるか。いや、ないない失ないな敗やいったないな。ないない失敗やったな。ない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 
よ、完全に肉をこう切らなきゃいけないっていう。最初に言っとけばよかったんちゃうんか、あれを。まあまあ。まあまあってなんだよ。はーい、美味しそう。はい、美味しそう。うん。うん、これだわ。完璧に火が通った。
ょっとじゃあ失敗ということで今回いや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 間に合ったじゃん。後で電子レンジは反則やろもう。いやいや、マラソンで言うと40キロの時点でタイムストップして、ああ走った走ったって言って後日 2.195 キロ走ってるようなもんやで。もうちょっと味濃くてもいいと思ったんだけど、ちょっともうちょっと味濃い方がいいのはどうしたらいいの。塩かけろよ。だから塩少ないって言ったやん。塩結構いるんだな。適量を掴んでくださいね、そろそろ2年も経つんで。でも物によっても適量の量、塩の量って違うじゃないですか。いやだから適量やねん。それを掴めっつってんの。あ、なるほどね。肉の量に対する塩加減はどれぐらいかっていうのを自分で掴めよって話な。あ、そういうことね。